去年はですね、この支援法成立という大きいこう成果もあった年でした。事故あと一昨年3月からですね、ここにいる皆さん方もそうでしょうけども、それぞれが必死になってこう、まあ、今でいう被災者支援をですねやってきた。それが昨年、2月には、まあ、こういう法律を作ろうというような動きが一気に進み始めて6月に成立というところになりました。はい、今日の感触なんですが、907号室の田代さんという議員、この等関係の田代優さん、これ呼び方難しい、うん、ユーって書いて何て読むのか。そうなんです。民主党の人ですよね。民主党の方なんですが、 JR 労組の関係の方で、中に呼んでいただいて政策秘書の方とじっくりお話しできました。20分から30分ぐらいしゃべったかな。で、福島の現状を含めて非常に親身に聞いてくださって、で、無理だと思って言うんですけど避難者への JR の無料化ってっていうふうに言ってみたんですね。あと片山虎之助さんのところは、片山さんあれだったんですけど、秘書、やっぱり留守番秘書で、ちょっと資料はいただきますっていうことで、でも留守番秘書なので何も僕は分かりませんっていう感じでドアをバタンと閉められてしまいましたね。大川原雅子さんの秘書の方はよくお話を聞いてくださって、存じておりますということもおっしゃってました。で、有田義夫さん、この拓也さんという男性の秘書でしたけども、勉強しますということで言うと、昨日の全体的な、反省であったのは、やっぱり議員さんがどこの選挙区で、何に興味があってということを先に調べてから、この議員さんのところに行ったらこの話題をしゃべりながらこの話を持ちかけようみたいな下調べをしてから行くというのがやっぱり大事だよねということは皆さん共通しておっしゃってました。福島県だけではなくて国が責任を持ってですね、福島県外も含めて面倒見るというふうになってますから、ですから先ほど中手さんは被災者支援法の枠組みでというふうにおっしゃってましたが、被災者支援法にプラスしてもう一本法律を追加すると、でそれが被災者支援法の具体的立法であるという位置づけに、被災者支援法のこうエッセンスというか向いてる方向をちゃんと向いてもらったように直してもらって、この公明党の健康調査法案を作ってくれというふうに応援していくのがいいのではないかなというふうに考えています。